キリストの卓刑、キリストの卓刑は、キリスト教の聖典である、新約聖書の四福音書に書かれているエピソードの一つ。ナザレのイエスが、エルサレム神殿を頂点とするユダヤ教体制を批判しため、死刑の権限のないユダヤ人の指導者たちによって、その権限のある支配者ローマ帝国へ反逆者として渡され、公開処刑の死刑である十字架に貼り付けになって、 処刑されたというものでる。十字架刑は、その残忍性のため、ローマ帝国でも反逆者のみが受け、ローマ市民権保持者は免除されていた、最も重い刑罰であった。一世紀前半の三十年頃に、当時のユダヤ教のあり方を批判し人々に、神の教えを説くなどしていた、ユダヤ人イエスが処刑されたというのはおそらくは史実で、あろう。 キリスト教の教義においては、救い主であるイエスキリストが人類をその罪から救うために身代わりに貼り付けになったものとされる。この時代の卓球では十字架につけられて即死することはなかった。刑を受ける者は両手首と両足首を釘で打ち付けられ、体を支えられなくなることで呼吸困難に陥って死に至った。そのため、 長引く場合は48時間程度も苦しみ続けて死んだと言われる。ただし、イエスと共に十字架につけられた二人の男は暗息日に死体が十字架にかかっていることを嫌った。ユダヤ人たちの意で暗息日を迎える前に足を骨折させて窒息死させられた。兵士はイエスの足も折ろうとしたがすでに死亡していたためやめた。イエスの死を確認するためある兵士が槍で イエスの脇腹を突き刺したという記述も福音書に見られる。聖教会の遺魂においては足台が描かれる。これは聖殿において十字架に足台が設けられていたと伝えられていることによる。このことが八単十字架、ロシア十字の遺装に反映されている。苦りを混ぜた巣を飲ませられ、ロンギノスという名の兵隊がイエスの脇腹を槍で突き刺した。 一緒に十字架につけられた悪党の一人が悪態をついてイエスに言った。もしもお前がキリストならば自分で自分を救い、また俺たちを救ってくれればいいだろう。デュスマスという名の男の方が相手を叱って言った。お前は同じ刑を受けていながら神を恐れることをしないのか。俺たちには当然のことさ。俺たちは自分のやったことにふさわしい罰を受けているのだからな。しかしこの方は 何の悪いこともしておいでではないのだぞ。そして言った、主よ、何時のお国にて私を思い出してくださいますように。イエスは彼に言った、まにとに、何時に次ぐ、今日何時は、我と共に天国にいるであろう。このように彼らが話していると、そこに、もう一人、肩に十字架を背負った、癒しい人が来た。この人に、聖なる父祖たちは言った、あなたは、 強盗のように見えますが、それに肩に十字架を担いでおいでですが、一体どなたですかその人が答えるには、あなた方がおっしゃるように、私は世の中にいた時は強盗、盗人でした。それで、ユダヤ人たちは私を捕まえ、十字架の死刑に、処したのですが、それは、ちょうど、私たちの主イエス・キリスト様と同時でした。主が十字架にかけられた者た時に、いろいろな奇跡が起こり、 それを見て私は信じました。私は、キリスト様に呼びかけて言いました。主よ、あなたが王として支配なさるとき、どうぞ私のことをお忘れにならないでください、と。するとすぐに思わ、返事をしてくださり、まにとに、何時に言う、今日すでに何時は、我と共に天国にいるであろう、と言われたのです。それで私は、自分の十字架を担いで天国に来たのですが、 そこで大天使ミカエル様にお会いしましたので、申しました。十字架につけられた私たちの主イエス様が私をここに使わしたもうたのです。ですから、エデンの園の門の中に私を入れてください、と。すると、入り口にある燃えている剣が十字架の印を見て、開き、私は入ることができました。そうして、大天使様が私におっしゃいました。しばらく待っているがよい。 人類の始祖であるアダムが、下人たちと共に来て、彼らもまた中に入ってくるから、と。というわけで今、あなた、方を、お見受けしたので、お迎えに参ったところです。これらのことを聞いて、聖者たちは皆大声で叫んでいった。我らの主キリストは、偉大なるかなそのお力は、偉大なるかな新約聖書学の一部に、十字架の高さは、 人の背の高さから少し高い程度に過ぎなかったが、後の時代にはイエスを神と理解する信仰から十字架系の残忍性が払拭されるようになり、神の栄光を表すという心情から高く掲げられるように変わってきたという説がある。また、キリスト教系の新宗教であるエホバの証人は、キリストの卓形が一本の杭、苦しみの杭で行われたと主張している。 彼らが発行した参照資料付き新世界約聖書の付録において、苦しみの悔いの根拠として、カトリック教会の学者ユストゥス・リプシュース、1547から1606年の著書、デイ・クルケ・リブリー・トレースを引用しており、その本の副写を掲載している。ただし、同書には十字架に付けられた人の絵も掲載してあり、P46 にて、十字架こそキリストを処刑するのに、 使われた警具であるトリプシウスは説明している。上記のような考えに対し、新薬学者フランスは、マルコの福音書15章36節海面に水分同士を含ませて、足の棒につけ、エリアが彼を下ろしに来るかという記述から、棒につけなければならないほどの高さがあったこと、また、下ろすという単語の窃盗時は、ある程度の高さからという意味があるため、縦軌は高く、 イエスが負わされたのは横木であった、つまり文字通りの十字架形であったと主張している、RT フランス。また、王のキリスト教会牧師であり、JWTC、エホバの承認をキリストへ、主者の中澤啓介は、著書、十字架か、クイカにおいて、エホバの承認が論点とする、イエスの時代のギリシャ語、スタウロスが十字架であったという考古学的証拠が、 多数発見されており、1から3世紀のキリスト者の墓地に十字架が刻まれていることが、考古学的発見から明らかになっている、と述べている。神学者の佐藤健は、イエスの十字架については、十字型ではなく、T 字型であったろトンの見解を記し、なお、佐藤は、イエスの十字架について、一本の杭の可能性は全く、述べていない、本来処刑道具であることを示すために、 スタウロス、十字架の訳語として、クイ察系、クイサツ柱にしてはどうか、という提言を行っている。ヨセフスの、ユダヤ戦記には、第一次ユダヤ戦争のエルサレム行為戦、70年の、際、ローマ皇帝のミコティトス率いるローマ軍とアグリッパ2世の、軍が同盟して、エルサレム神殿に立てこもる。 ユダヤ人とアロンの子孫とされる、レビ族サドカイ派の祭司たちを兵糧攻めにし、投降してきた人々を卓刑で処刑したことが記されている。当時のユダヤ族衆のローマ総督ピラトは、イエスを救うために以下のような手を尽くしたと、福音書記者は記述している。しかし歴史上の彼は、実際はユダヤ人に対して残忍であったとも言われている。キリストの卓刑は、 数多くの美術や文学の主題として選ばれている。文学ではノーベル文学小作家、ペール・ラーゲルク・ビスト・チョのバラバが有名である。美術では一連の卓系の出来事はいくつかのさらに細かい主題に分類されている。絵の中に登場する人物は、福音書によってその場にいたと記録されているイエスの母、マリア、ヨハネ、マグダラのマリアなどである。 また、福音書の記述に基づき、ラテン語のユダヤ人の王、ナザレのイエスの当事語である、インリと書かれた罪状書きが十字架の上に掲げられている。また、ゴルゴタの丘がアダムの墓であるという伝承に基づき、これを表すものとして、イエスがかけられた十字架の根本にはしばしばされ神戸が描かれる。映画では、ベンハー、最後の誘惑、キング・オブ・キングス、 偉大な生涯の物語、誠意などがキリストの卓形を描いている。2004年2月にアメリカ合衆国で公開、日本では5月に公開された作品、パッションは極めて生産な卓形の執行場面を描いたことなどで物議を醸した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。